だから僕らはもう明石家さんまの凄さが普通の人より分かるわけ。お、もうあれこそ大谷翔平ですよ、うん、あの信じられないあんな人、紛れもない天才ですね。改めてね、この同業者から明石家さんまさんの凄さを語りますよ、はい、もちろんツッコミはうまい、はい、プラス人選が本当にすごい、映画監督の人選に似てますよね。ジミーちゃんを持ってきてね、はいはい、村上昌司さん持ってきて、寛平さん、はいはい、浅田さん、はい、長嶋一茂、はい、そして中村玉緒さん、そうですね、西村智美さん、あれ選びます？そうです普通の人、それを見事に料理して、はい、それでいて、男女7人で、はい、そうですね、俳優としても、はい、きちっとして演技をして、はい、それでコントだけよっていう、はい、あのあるんですよ、ジミー大西君とラサール石井君と村上昌司君とね、はい、僕が出てコントだけある2時間半ぐらいの、これがまあ日本一面白いっていうかね、もう僕笑いすぎて次の日頭痛くなってゴルフ調子悪かったんですよ、疲れちゃって、そのくらいすごかった。それでいてね、生瀬さんとやってるんですよ、はい、あのプロの俳優さんたちと、はい、結構シリアスなお芝居ですか？お芝居やってるんですよ、はい、でそれが、はい、役になってるんですけども、時々明石家さんまがあのエキスがスーッと出てきて、生瀬さんがもう苦笑しちゃうような、もうバッカみたいな笑いのところやるんですよ、はい、これが面白い。でも全体のストーリーを邪魔しないんですよ。邪魔するどころか全体のストーリーをこう味付けしてて、でまた悲しみは悲しみで逆に悲しくなっていく。へえ、あれできる人はまあ皆無ですね。僕は今まで見た中で他の人はできない。どっちかになっちゃう、はい、お笑いかシリアスか、うん、この中間をねして、しかもそれが邪魔にならない、逆に効果的になる。あとね、男っぽいっていうか頑固っていうか、はい、NHK って絶対にリハーサル出なきゃダメなんですよ、はい、ところがさんまさんは浅田だったかな、セリフ1個だけ、はい、みんなでいて、はい、そんなのにリハーサルいるかと俺は出ないと、はい、いや出てくんないと困りますと、いやそんなのに俺は出ないで、結局リハーサル出なかった、はい、そしたら本番はなんか朝吉とかいう名前かな、はい、いないわけですよ。お朝吉どうした、今トイレ行ってますって言って、はいはいはい、本当はいなきゃいけないんだけどリハーサル出てないからNHK は出さない。ほう、でこれがジェームス・ミキさんが執筆してたわけですよ、はい、ストーリーを、はい、すぐ行って、はい、ジェームス・ミキさんのところに行って、はい、さんまさん、はい、ジェームスさん、あの脚本の中で早く俺を殺してくれと、はい、ちょっと待ってくれさんまちゃんとこれ俺の役なんだと俺を投影してる役なんだと、死ねないんだよっていうから、なんか味噌だれかなんかにドーンと落ちて死んじゃうとかにしておいてくださいよっていうそういうこと言わないですよ普通すごいでしょ結構で、あるまああのラジオ局で、はい、テレビは視聴率出るけど、はい、ラジオは後からその1週間何を聞いてましたかっていうアンケートを取る聴取率月間っていうの週間っていうのがあって、はい、その時にね、やっぱり聞いてほしいんだよね。だから、うん、クイズを出して10万円が、5人に当たるとか、あ、はいはい、番組変わっちゃうんですよ。あ、ちょっとしたイベントが多すぎるそうごろってレギュラー番組じゃないんですよ、はい、そこをさんまさんはね、はい、レギュラー番組を聞いてる人の数だろってわけ、はいはい、普通通りやらなきゃダメじゃないかって。でそこのプロデューサーの人と上の人と大喧嘩になって、はい、俺はもう出ねえって、はい、で俺も同時期やってたんですよ、はい、俺はね放送局の言う通り
全然違う台本でやりました。変わっちゃった。それはなんでかっていうと、まあ、あのディレクターの人に、はい、まあ、なんかこう恩義感じてたし、あの観光機をはたあの立ち上げるにおいても協力してくれたし、あと朝日企画の作家を使ってくれてたんですよ、はい、若手を。ちょっと話は違うんだけど、でもまあまあ勝ち取っていかなきゃいけない資本主義だから、はい、まあいいんじゃないのって言ってね、やりましたけど、はい、一番ひどかったのはこれ僕らの関係ないですよ、はい、小坂井君と僕がやってる小坂井がね、はい、なかなか調子がいい時あったんですよ、はい、でどうしても1位取れないと、小坂井が邪魔だと、で裏番組にやってた人をその週だけ下ろして、キョンキョンでやってましたよ。でも小坂井には勝てなかった。そうですよね、そうです、いくらなんでもそんな急に一周出てきてもね。急にキョンキョンと言えども、そうそう、いきなりその週だけ任されてもね。やっぱり小坂井は習慣で聞いてる人いるから、はい、まあ、だからそういう作戦も取るぐらいラジオ局っていうのはっていうかテレビ局もそう、はい、まあ、雑誌もそうですよ、はい、厳しいですよね。まあ、結構熾烈なあれだったんですね。もうえげつないことやってましたよ、はい、金ちゃんの番組も潰すために裏ですっごいドラマとかやってましたよ、はい、あのゴージャスな俳優陣で、はいはい、これは作戦ですからね、うん、それからよくやってたのが4月の頭とか10月の頭でしたっけ、第1週ってドラマ、まあ、そうですね、大体4月と10月、例えばちょっと人気出そうなドラマもう情報出てるじゃないですか、はい、そうすると4月の第1週目に2時間特番の面白そうなやつを裏でぶつけるんですよね。それで1回目から見せないって、はい、でそれを各局やりつつやってたら4月の3週ぐらいまで全番組が特番だったんですよ。始まるのがすげえ遅くなって、潰しっこしてるうちにパンチ出し合っちゃって絶対的に、いやー不思議なね、現象がありましたよ。